強力な寒波が列島に襲来しています。日本海側は14日も大雪に警戒が必要です。強い寒波の影響で日本海側は大雪となっています。青森県の酸ヶ湯では今シーズン全国で初めて140センチを超える積雪を記録しました。また東北や北陸の山沿いを中心におよそ50センチの雪が新たに積もり、積雪は1メートル前後に達しているところが多くなっています。この時間も北陸の山沿いを中心に雪が強まっていて、新潟県や石川県、長野県に大雪警報が発表されています。この後も北日本と東日本の日本海側を中心に雪が続き、積雪はさらに増える見込みです。14日夕方までに降ると予想される雪の量は北陸で最大80センチなどとなっています。電線や樹木への着雪、雪崩などに十分な注意が必要です。また14日朝にかけて愛知県など東海地方にも雪雲が流れ込み、平地でも雪が積もる恐れがあります。